え皆様こんにちはえ溝上でございますえ溝上慎一の教育論動画チャンネルナンバー9ええ都民学園の企画でございますえ本日はパートごといたしましてええ都学園高等学校の新しい新学校を目指す三つの柱2022ええ最新版をえご紹介いたしますえ三つの柱というのは都民学園がえ力を入れてきたええ L 型授業探求キャリア教育になります。 本日のインタビューは岡田直哉先生東蔭学園高等学校の校長統括校長でありますでもう一人は川妻志先生同じく高等学校の教諭カリキュアムマネージャーでございますカリキュアムマネージャーは東蔭学園では副校長に相当するポジションとしてカリキュアン全体を統括していくマネージャーポジションでございます で、私、2015年から東院学園には教育顧問として関わっておりまして、アクティブラーニング型授業、探求、キャリア教育、この3つの柱になるものを指導してまいりました。その後、東院学園に移動してきて、現在、理事長として、 関わっておりますけれどもこの仕事は理事長というよりですねやっぱり教育学者として彼らと関わってきて共に作ってきたものでございます私は大きなところは指導してきましたけれども細かい今日ご紹介いただく内容はですね彼らが現場で作り上げてきたものです私もそれを聞いてですね取り組みを見てすごく勉強になってきたことでありますそれの最新版どううなっているかということで ですね、でそれから後半では河妻先生カリキュラムマネージャーからですね学校教育目標を起点としてどのようにそのカリキュラムそれから授業を構造化しているかそしてその構造化がしっかり機能しているかをデータエビデンスを取りながら PDCA を回していくあの大学では教学 IR と呼ばれるそういう仕事もしていただいております。まあ、そののりを皆さんへの、ね 全国へのご紹介を通して、夜ご参考いただければなと思っている次第でございます。 まずこの新しい進学校の形ということなんですけれども、これはまあ簡単に言いますと、大学受験のみを目指した進学校ではないと、この先の大学、そして社会へつないでいく学びを展開しようという狙いで行っているということになります。まあ、多様化する社会に出てからです、ね、しっかりとうちに足をつけて活躍する人物というものを育成したいと考えているということでございます。うん、まあそのために、都営学園では学びの3つの柱というものを確立しています。 アアクティブラーニング型授業探求そしてキャリア教育の3つのつ柱とということになりますまずはこの1つ目の柱になりますが、アクティブラーニング型事業ですね。都民学園のアクティブラーニング型事業は大きな特徴として、子、共同子という流れ、これを踏むというところがあります。まず最初はですね、やはり講義というものからスタートすると。 いう,ふうになりますあのアクティブラーニング型授業ということはです、ね、別にそのアクティブラーニングの活動ばかりを1時間行っているということではありません。この講義的なところからスタートして、まずは個の中に落とし込んでいく、そして分かったつもりになっていくというところからスタートするということが、動員学園のアクティブラーニング型授業の特徴です。そして共同の学習へと入っていく、そこでは自分自身の考え方をアウトプット、外科していくと。 いいいいううここことととが行行われそこで考えをを深めていくということを行いますで最後にもう一度、振り返りという形で自分の子に落とし込んで、分かる、大丈夫だというところで、深い学びへと結びついていくという、この子、共同子の流れを踏んでいるのが、アクティブライングが事業だというふうにご理解ください。うん、こんな授業の様子になります。今申しましたようにです、ね、各生徒が校の活動をしていたり、また共同の活動をしていたり。 また前に出て発表をしてみたりというような形の授業形態であるということになります。2つ目の柱となります。未来への扉と書いてありますが、これは略してミラトビと同医学園で呼んだりしています。総合的な探究の時間ということになります。2年間のプログラム、このようになっています。高校1年生の1学期においては探究の基礎スキル、こちらを習得し、2学期以降はですね、希望するゼミに分かれてのゼミ活動と。 いうことになりますこれが高校2年の1学期まで続きまして2学期においては発表そして3年、3学期においては論文を執筆することでこの2年間のプログラムが完結するということになりますまずは高1の1学期の短期の基礎スキルの習得になりますけれども右側に書いてありますように探期のプロセスですね 課題を設定し情、情報を収集する、整理・分析して、まとめ・表現して、振り返り・考えを更新するというこの流れ、これをですねスパイラルに展開していく、高1の2学期以降はですねゼミ活動に入るというふうに言いましたけれども、そのゼミ、これが21年度のゼミの例ということになっています。そして、高校2年の秋になりますけれども、高校2年生全員が。 見学、えー、発表会ということで、えー、発表するという機会があります。えー、高校一年生はその先輩たちの発表を聞くというスタイルになっています。まあこの探究なんですけれども、えー、この探究のない学びというのは各教科でですねこのような形で単独で学びをたんうこう展開するということになりますけれども。 右側にありますが、えー、探究のある学びというのは、この探究を中心として、ですね、えー、それぞれの教科がそれぞれ、えー、単独で学びを展開するわけではなくて、探究という教科と各教科が有機的に結びつ,んで、えー、結びついて、横刊しながら学びを展開していくということが実現でき,実現できると考えています。先生、これ、<あ>今、うん、くるくる回りましたね。<laughs> もう一回回してくれません。<laughs> これ、探究のない学びですね。 各教科が、えー、単独でこう学びを展開しているじゃああの次のスライドいきますね、はい、まあ、この探求の授業というのはどの教科にも分類できないけれどもどの教科においても非常に重要な要素であるというふうに考えています 鳥学園で大切だと考えているのが、この短期を探究で終わらせないというところになります。まあ、歯車のようなものであって、各教科のハブとしての位置づけというふうに考えております。3つ目の柱、キャリア教育であります。将来への見通しを持って、それに向けて今何をすべきかを理解して実行することができる力、それを育てていきたいというふうに考えています。まあ、簡単に言うと、2つのライフですね。2つのライフというものに基づいた教育と。 いいいうふうううふになろうかととと思います将来と今ということにななりまますす、うん、学園ののキャリア教育3年間でここようなイメージを持っていますこれが高校1年から3年まで共通して行われている1分間スピーチの様子ですけれども、まあ、1分間このように自分自身のさまざまなお題に基づいてスピーチをするわけですがそれを聞いたクラスの全員からですね右のところにあるようなメッセージカードが届くというシステムになっています。 そしてこれはもう完全なキャリアイベントとなりますが、高一におけるジョブシャドウイングですね。働く大人に寄り添いながら、その仕事を観察してみるというような機会を与えております。これがその時の様子ですね。高校2年においては、キャリアイベントとして、研究室シャドウイングというものがあります。これは先ほどのジョブシャドウイングと関連したものではありますけれども、より大学というところにスポットライトを当てたイベントと。 なっておりますその時のの時様子がこのような状況ですねそして高校3年生になる直前に第1志望宣言ということで自分がどのような見通しを持っているのかということですねそしてそのために何を学ぶのかそのための進路はどうなのかそれに向けて今何をするのか先ほど申しましたように将来と今という2つのライフをここでもう一度意識させるということになります。 そして、えー、この第一志望宣言に基づいた三者面談を行うわけですけれども、当院学園の三者面談の特徴としては、生徒が教員と保護者に対してプレゼンをするというところになっています。その二つのライフに基づいた自分自身の将来像というものを、この教員と保護者にプレゼンをすることによって、そしてまたこの教員と保護者が、その生徒の宣言に対して承認メッセージを送ると。 いう形で成長のエンジンに火をつけていきたいというのが都院学校のキャリア教育の最終形ということになります。大事なのがですね、その目標をしっかりとこう設定するということになります、えー。単にですね、大学に合格すればいいという目標ではなくてですね、まあその社会に生きていく、まあこの本校の場合は改革のビジョンですね、社会に生きる主体として。 自ら考え判断し行動できる質能力を育てるというふうに定めておりますけども、こういう目標をですね、改めてきちっと定めた上でですね、この目標に向かって学校全体のですね、目標をしっかり見直していくということが必要になってきます。一番上にですね、学校教育目標があり、それから中間の地点にですね、教科、キャリア教育、これはですね、 3本柱に定めているエール型事業、それから探究、キャリアに関する目標が設定されています。それからですね、やはり学校、一番大事になってくるのは授業だと思います。そういった授業における目標を定めたものがシラバスということになります。これが一番最下層に来ると、まあ、こういうふうになっています。具体的にはですね、都い学ではこのような形でグランドデザインというのを定めております。 それからですね、そのグランドデザインに基づいてですね、スクールポリシーというものも定めております。さらにですね、3年間の学びと成長ということで、長期ルーブリックとしてこういったもの、画面に示したものも定めているということです。これらは全てですね、育てたい資質能力、学校教育目標に向かって進んでいくためのものになる。学校として定めたものだということです。 その上で、ですね各教科は、ですね教科のグランドデザイン、それから教科のルーブリックというのも定めているということになります。こちらに示して、モニターの方で、画面の方で示しているのはです、ね、それぞれのフォーマット、教科でこう書いていくときのフォーマットになっています。このフォーマットに従って、ですね、まあ、各教科がきしっちりですり、ね、学校として目指す方向に向かって進んでいけるようにするということになっています。 さらにシラバスなんですけれども、今現在、ですね本校ではシラバスをウェブに入れるということをやっております。これによって、ですねいつでもですね生徒はシラバスをですね見ることができる、合わせてですね学校のグランドデザインとか、チョークリブリック、そういったものも見られるようにしております。セットのものとして見られるようにしております。 え、リンクを貼ったりですね。あと動画を入れたりすることもできます。この動画はですね、コロナ禍で作成した動画等もですね、こういう中に入れていってですね、生徒が自分でですね、自ら学習するときにも使える。それからまあ、この特にシラバスに関してですね、自ら考え判断し行動できるという点からいけばですね、自分で計画をして学習していく大きな材料になるというふうに考えています。こういったシラバスをしっかり整えていって、まあ、 教員もですね、それから生徒も目標をしっかり共有してですね、進んでいくということが大事だというふうに考えています。まあ、あの、大事なのはですね、学校がですね、一つの方向に向かってすべての目標が一つの方向に向かっているということです。この筋を通すということがカリキュラムマネジメントで極めて重要。多くの学校がですね、学校としての目標は定めているけれども、それがですね、強化、 それから、例えば、シラバス、そういうところに落とし込まれてないというものが非常にたくさんあります。やはりですね、具体的なその目標設定にをきちっとですね、一本筋を通すということが、カリキュラムマネジメントの中では大事になってくるということになります。それでですね、目標じゃあ設定しました。で、実際に実践をしました。 で、実践しつつ中でですね、まあ、本校もですね、改革を進める中で、アクティブラーニング型授業を入れてですねあ、すごく生徒たちが変わった、そういう印象は持つわけなんですけれども、じゃあ本当にそれが印象ではなくてですね、本当に成果として、こう、力ついていると言えるのかどうか、やっぱりそういうことを見ていくということが極めて重要になってきます。それがですね、ここのカリキュラムマネジメントにおける PDCA サイクルを回すという。 そしてこれをまあ驚学 IR という言い方をしています。エビデンスによってですね効果を検証していくことになります。それではですね、まあ、ちょっと具体的に、この学び未来パスというところのお話をさせてもらいます。これはですね模擬テストでは測れない教科学力以外の学力、これを見ることができる。 ものです具体的にはですね、教科の中でのの教科学力以外として、リテラシー、コンピテンシーというのを見ることができる、学力の3要素というふうに置続けております。リテラシーというのは考える力、それからコンピテンシーのは行動する力ということになります。このどちらもですね、これは社会の社会人になってですね、もしくは大学生になって求められる力です。これらを まあ力がついているかどうかっていうのはまあ非常に大事にして特にコンピテンシーにおいてはですねやはりあの学校としては極めて重要だというふうに考えておりますそういうまあ観点からですねまあ本校の場合では学教科学力とコンピテンシーの観点から4つに分類をする上それから中上中下下というまあこの4段階に分けて分析したりするということをしております それですね、ちょっとまあ具体的に、まあこれある学年のですね、学び未来パスの学力3要素、グラフにしたものです。高校1年生、高校2年生、1回ずつ実証しています。高校1年生の時の強化学力と高校2年生の強化学力を比べると、強化学力は向上しているということがわかります。一方でですね、コンピテンシーですね、こちらがですね、伸びてないと。 えーいうことです。これはですね、学校としては非常にま問題があるとまあ、こういうふうに見るわけです。で実際ですね、このコンピテンシーっていうのはなかなか伸びないっていうのがこれまで学校として見ていることです。じゃあここでまあ諦めてしまうという形ですけども、えー、まあダメだねということではなくてですね、じゃあ学校の中でですねどういう取り組みがコンピテンシーを伸ばせたのか、やっぱりそこを見ていく。 でそこから次の、まあ、教育活動についてのどういうことをやっていけばいいのかっていうのをこう、えー、見ていくということが重要になりますえ。実際にちょっとそれを具体的に見たものがえこ次のえこちらの資料になります、えーまあ。このコンピテンシーの変化ですね高校1年生から2年生にコンピテンシーがどういうふうに変化したのかっていうこととえ生徒のアンケートですね授業で意見を聞いて考えるということをやりましたかっていう、まあ、このアンケートを掛け合わせたわけです。 この授業で意見を聞いて考えるというのはまさに、えー、アクティブラーニング型授業の中で行われるものということなんです。つまりですね、エール型授業に、まあ、積極的に取り組んだ、えー、生徒はコンピテンシーどうなってるんだろう、まあ、これを見たということです、えー。見ていただくと分かる通りですね、コンピテンシーが、えー、三角から丸に変わっている、えー、そういう生徒はですね、 えー、この授業で意見を聞いて考えるというのをよく行っているというのが、えー、非常にパーセンテージ高くなっております。一方でですね、コンピテンシーが三角のまま、こちらのほうはですね、えー、あまり行っていないというふうなのこのパーセンテージが多くなっております。まあ、こういったところからですね、えー、やはり AL 型授業に積極的に、まあ、関わる、取り組めるということが、このコンピテンシーを伸ばす上で極めて重要だと。 まあこういったことが分かるわけです。同じようにですね、下のグラフもこれ、振り返りを見ております。これ、アクティブラーニング型授業でもにおいてですね、振り返り、極めて重視しております。そういった観点から見ても、振り返りをしっかり次の学びにつなげることができているという生徒はですね、コンピテーションを伸ばしております。まあ、そういった意味で、やはり、東芋学園においてですね、アクティブラーニング型授業をしっかりと、 まあ、あの行っていくことが今後コンピテンシーを伸ばしていくことになると、まあ、こういうふうに見るとさらにです、ね、今度はミラトビですね、えー、探究、えー、で、えー、じゃあコンピテンシーリテラシーは伸びたのかとこちらも同じようにデータが、えー、ありますので、えー、見てみたいと思います。えー まあ見てみるとですね、やっぱりコンピテンシーが三角から丸になっている、そういう生徒はですね、ミラトビで世界が広がったという比率が高くなっております。まあ、そういう意味で、探究ですね、探究の授業というものがコンピテンシーを伸ばす意味で、まあ、非常に有意義であったと効果があったと言っていいということです。こちらキャリア教育ですね、キャリア教育の方で、じゃあコンピテンシーは伸びたのかと同じように見るとですね、 キャリア教育で将来の見通しを持って自分を高めることができたという生徒ほどコンピテンシャーは伸びているということでしてキャリア教育もコンピテンシャーを伸ばす意味で非常に効果があったと見ることができる1分間スピーチこちらの方はも同じような結果が出ております。